一番好きなのどれ？作家として、作家として一番好きなの。作家としてですか、うん、私この辺今回ブレスレットものすごく嫌われてるんです。これこの枠に、はい、この辺りですね、これがこのね、二重にしてあるんです、あえてこう二重でも一個やったらもう手首が繊細な感じで、はい、こう飾る壁が当たる、はい、この辺りでやってます、これがおすすめ、はい、ワークショップでできるのはワークショップですか。まだちょっとあんまりワークショップやったことないんですけれども、いや、ほんだら委託先とかはどこですか。委託先もないです。イベントも